吉田さん、親知らずとか歯の治療で100万で思い出したんですけども、麻雀店やってる時にね、あるお客さんでガードマンをずっとやっててね、でこれからも仕事がある限りガードマンやっていくんだっていう、30半ばの方がいらっしゃったんですよね。当時私はその人よりもちょっとだけ年下だったんですけども、久保ちゃんって呼んでくれてたんですよ。である時その人が、いつも使ってるバイクが盗まれてね、私が車で自宅まで送ることになったんですよ。で自宅送ったんですけども、そこはアパートで住みかが6個ぐらいあるところだったんですよね。6個、だから6個の家庭が住めるようになってた 2DK ぐらいのね、広くもなく狭くもなくっていうところで一人暮らしをされてるんですけども、さらにそのアパートって他の住民がいなくって、要するにボロアパートなんですよ。その人だけしか住んでないんで気兼ねなくやっているよっていうふうに言われてました。ただ反面オーナーさんからすると6個の部屋があって1つしか埋まってなくて完全赤字なんですよ。で今後もそんなところに人が入ってくる見込みがないんで取り壊しを検討してるらしいんでね、多分今頃はもう出てるんじゃないかなと思いますけども、取り壊して。でその方がね、歯がね半分ないんですよ。で本当は歯医者さんに行って治療すれば治ったんだけど、金もないし面倒くさいから行かなかったって、結局歯が半分なくなっちゃったんですよね。そのままポロポロと抜け落ちて、で残りの半分の歯でなんとか不自由なく器用にやってるみたいなんですけども、いつも食べるのがね焼きそばの UFO なんですよ。でおかわり率が2個食べる時もあってね、私が見たところ焼きそば UFO 以外食べてるの見たことがないんですよ。でその方はもうこのまんま俺人生最後まで行くしかないしねっていうふうにもう30の半ばぐらいで言ってるんですよね。で実際麻雀大好きで1回麻雀店に来るとずっと閉店までやってるんですよ。だから本当にありがたいお客さんだなとは思っていたんですよね。でも生きがいは麻雀だけしかないからとか言って、あ本当にそうなんだなと思ってたんですが、でもこの方もねお金があったら歯の治療をしたりとかね、もっと綺麗なものを着て美味しいものを食べてとかしたかったんだろうなって思っちゃいましたね。ただ選択肢が狭まった結果、その狭い選択肢の中で快適に生きる方法をね見つけてしまって、本当になんかストレスフリーで生きてるんですよ。傍から見るとね、なんかみすぼらしい人生だなとかね、せこい人間だなっていうふうな評価もあったりしたんですけども、私としてはねありがたいお客さんだなっていうところもあったりとか、いろいろと複雑なところはあったんですけども、なんていうかな、今頃どうしてるのかなと思っちゃいますね。今は50の、ね、何歳かぐらいだと思いますけども、年とともに健康を失って、そして将来に対する不安もすごく増えていってね、あの頃まだやり直しが効いたんじゃないかなっていうふうに振り返ってるんじゃないかなと想像します。20年ね、20年も経ってないかもしれませんけども、だいたい20年ぐらい経つと20年前を後悔する人と、20年前やっててよかったって思える人と、だいぶ人生分かれてくるなと、当たり前なことですけどね、歯の件をこう聞いてなんとなく思い出した人がいました。小向さんっていうんですよね、その人がね。別に話しても大丈夫だと思いますけど、小向さんもしこの放送見てらっしゃったら、聞いてらっしゃったら連絡ください。ここまで気にかけてるんですよ私はね。それに当時本当にお店によく来てくださってて感謝もしてます。ありがとうございました。